はい。では、定刻になりましたので、第11回目の計算科学特論 B を始めていきたいと思います。本日も先週に引き続き、東京大学地震研究所の藤田先生に講義していただきます。本日は、大規模地震シミュレーション2と題して講義していただきます。では、藤田先生、よろしくお願いします。ご紹介いただきありがとうございます。先週に引き続き藤田から、説明させていただきます。では、これが本日、先週と本日の、内容ですけど、先週は、地震シミュレーションの、概要、流言予想法を、主に使ってますので、流言予想法の基礎について、少し丁寧に説明をした、詳しめに説明をしたところです。で、それを解くための、有限予想法を、と、あの、離散化すると、大規模連立方程式になるので、それを、解く方法について、紹介をして、それを並列化、処理。あとはそれを使った大規模シミュレーションの例を、紹介しました。で、本日はですね、最初に、前回の復習をした上で、並列計算機、この場合は富岳などを対象とした SIMD、CPU 型のアーキテクチャの概説を簡単にした上で、そういうようなアーキテクチャ上で、有限予想法の主要なカーネルである行列ベクトル積をどう高速化するかについて説明しようと思います。で、その後でですね、SIMD のアーキテクチャに合わせて、有限予想法のアルゴリズム自体を、SIM に合わせてより解きやすい形にしていくというアルゴリズムの開発について説明をしていきます。で、CPU、SIMD だけじゃなくて GPU 向けでも有限予想法の高速化をしていますので、その説明と、最後に、富岳向けで最近やっていることをご紹介させていただこうと思います。で、まず前回の復習ですけれども、地震シミュレーションの概要で、対象としているのは断層から地殻の波が伝わっていって、都市の近くの柔らかい地盤で、地盤の波が増幅して、それが構造物に入って、構造物が被害を受けるという、一連のプロセスが、対象としますので、空間領域さえ、空間分解の方がかなり差があるので、非常に高コストになると。で、さらに都市など、複雑な形状を持つ構造を解析するために、有限予想法を使うということが多くて、結果として非常に大規模な問題になると。で、さらに差分法などと構造格子のメモリアクセスが均一なものと比べて、有限予想法で複雑な形状を扱おうとすると、非構造のメッシュになって、ランダムアクセス、間接参照がたくさん出てくるので、必ずしも性能を出しやすいわけではないと。で、ここをいかに効率化していくかっていうところが、開発のポイントになります。で、もう少し具体的にどのような問題を対象としているかの一つの例ですけれども、ここのフォルトって書いてあるところの下に断層があって、そこで波が発生して、それが地殻、数百キロとかいうオーダーのスケールで波が伝わって、で、地殻の中の、プレートの形だとか物性だとかによって波の伝わり方が変わって、で、それをこの都市の近傍で、計算を計測してあって、それを都市に入れてあげて、都市のこのローカルな、地盤の状況に応じた揺れを計算してあげて、それを各建物に入れて計算をすると。ってことをやります。で、この中で一番計算コストが高いのが、この有限予想法によるこの地盤の増幅のところなので、有限予想法のシミュレーションについて、高速化をするっていう開発をしてきています。で、有限予想法について、ざっと復習ですけれども、今解きたいのは波動方程式で、何かしらの微分方程式になるので、有限予想法だとこれを、関数、半関数として、このような F が、0になるように、解くと。で、それを、ポイントワイズで、この式を満たすように解くのではなくて、積分した結果として、領域全体で、この支配方程式を満たすということを、条件として、計算をすると。
で、どうやるかというと、まあ、これ一次元の問題ですと、領域がこういう区分の、要素というもので、区分を分けることができて、その中でそれぞれですね、まあ、この場合だと、形状関数と、まあ、ここは一次のこう関数を使って、この間の値をこう補完してあげると。で、まあ、そうするとですね、まあ、この未知の関数が、こういう区分線形の、ものの、和として表せるということになるので、まあ、この接点の値さえ分かれば、全体の分布が分かるということになる。まあ、数式で書くと、ここが未知数が UI ので、こちらが基地の関数。まあ、この場合だと接点 i で、関数が、の値が1を取って、その他の接点で0を取る、このような、形状関数と言いますけど、それを定義してあげて、まあ、それの重ね合わせとして、未知の関数を表してあげると。で、まあ、この UI が決まれば U が決まるので、まあ、どうやって UI を求めるかっていう問題に、まあ、なると。で、まあ、この、まあ、式を見ていくと、結局はですね、この隣り合う要素同士での影響が、隣り合う要素での影響同士しか、まあ、支配方程式に出てこないので、結果としてはですね、こうマトリックス方程式としては、まあ、隣り合う、接点の、情報を何かしらのこの寄与分をマトリックスに入れていったものという全体行列に対して、まあ、基地の入力ベクトルのここの、まあ、線形方程式を解くということになると。で、まあ、見てわかると思うんですけれども、まあ、この隣り合うところでしか、この行列の成分が入らないので、まあ、素行列になって、まあ、非常に大きい問題を解いたとしても、メモリの使用量が、減って、まあ、計算がしやすいというような問題になります。で、まあ、もう一回復習ですけども、まあ、有限素法で数理問題より参加することで、行列 A はスパース。まあ、なって、で、しかも、まあ、対象行列になると。まあ、この場合ですよね。で、この対象行列の、行数を n としたときには、比例成分の数は、n に比例する量になって、メモリー、あるいは計算、行列ベクトル積の計算コストも n に比例するということで、非常に大きい問題に対しても、まあ、スケーラブルに、微参加できる方法になっています。で、まあ、行列ベクトルの計算積コストが、行列ベクトル積の計算コストが小さくなるので、まあ、行列ベクトル積を繰り返して使う反復を使って、解くことが多いと。で、まあ、反復法の前処理と組み合わせてアルゴリズムを構築していくということになります。で、これ前回紹介した、まあ、前処理の、まあ、具体例ですけれども、まあ、解きたい問題が、まあ、教育購買法で、四面体二次要素で、倍精度で解くという問題で、教育購買法の中の前処理行列をいかに解くかっていうところで、また別の教育購買法のソルバーを使って、解くと。で、この中では、まず、この前処理方程式の粗い解を四面体一次要素、この四面体二次要素のターゲットの問題の、この辺の中点のこの接点を取り除いたものですね。これを使って粗く、問題を解いてあげて、その解を初期解として、境外勾配法、ここでももう一個使いますけど、四面体二次要素、これと同じメッシュで、まあ、解くと。ただ、ここの中は、粗く解けばいいので、まあ、全部、低精度演算、単精度で計算をすることができる。で、これでできた答えっていうのを、ここの前処理方程式、前処理の、として使うと。まあ、で、こういうふうにすることで、まあ、計算コストの、大部分が前処理側に移って、で、その中の、まあ、多くの部分がこの単精度の、四面体一次要素のソルバーに移るので、まあ、倍精度で直接に四面体二次要素を解くよりも、まあ、計算コストが減るということになります。で、当然、四面体一次要素で、まあ、求解できない成分っていうのが含まれているので、ここで、ネジを締めてあげるということで、まあ、効率よく前処理方程式を解いて、まあ、結果として全体のコストが減るということになります。まあ、まとめですけど、前回までの復習のまとめ、有限素法で数理問題に参加することで、行列 A はスパースとなって、まあ、スパースになるので、行列ベクトル積コストが小さいということで、まあ、行列ベクトル積を繰り返し使うような反復法を使って解くことが多いと。
で、いかにこの行列ベクトル積を高速に実行できるかっていうところが、問題になるんですけれども、先ほども言いましたように、これは、ランダムアクセスになるので、各計算機アーキテクチャに適した、アクセスの方法を、を考えた上で開発を実施するということが重要になってきます。で、今日はここの部分に、的を絞って話をしていきます。で、CPU の計算機アーキテクチャの、概要、これ、皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、復習も兼ねて、SIMD の部分を特に重点的に、説明をしていきます。で、計算機の性能向上で、クロック数が向上したり、同じ価格、電力、面積あたり使える素子数が増加しているという、背景で、これらの使えるようになった多数の素子を使って、いかに処理速度を向上させるかという観点から、計算機の開発が続けられてきたんだと思っています。で、その中では、一つのコアを、高速にする方法、そのコアをたくさん、並べて、速くする、マルチコア並列で、それを計算機を、さらにたくさんの台数を並べて、全体として速く計算するといった方法があると思います。で、その中で、今回はこの SIMD の話がよく出てくるので、ここについて説明をしていきます。で、SIMD は一つの命令で複数のデータを操作するというもので、例えば、A の配列、長さ8の A の配列と長さ8の B の配列で、この A と B の各要素を足して C を計算すると。いったものを考えるとき、普通の、シリアルで、計算する場合は、A の0番目を読んできて、B の0番目を読んできて、それを足したものを C の0番目に入れる。次に A の1番目と、B の1番目を読んできて、それを足したものを C の1番目に入れるっていうのを8回繰り返すというのがあるんですけれども、SIMD の場合だと、ここの8つをいっぺんにですね、レジスター、に持っていってあげてですね、B も同じように持っていって、計算をですね、これいっぺんに、同時に全部8個やると。で、演算機を8つ積んであげて、いっぺんに8つ計算をして、その結果を8ついっぺんにメモリに書き戻すということができます。で、そうするとですね、1個ずつやる場合と比べて、命令の数を8分の1にできるので、この命令の、処理をするようなところの、コストを減らすことができると。で、ただですね、こういうふうに連続な領域からロードしたりだとか、同じ計算を、実施したりするということで、データが不連続だったり、データごとに処理が異なるといった操作をするには、適していないと、いうことになります。で、インテルの、ABX、これは 256bit の長さの、SIMD 命令ですけども、この場合は単精度不動小数点を8つまとめて計算できるということで、この絵の通りですけども、メモリの A の場所から、読んできて、8ついっぺん読んできて、こっちも8ついっぺん B から読んできて、8要素を、いっぺんに加算してあげて、それを8要素いっぺんにメモリ領域にストアすると、ことになります。で、こちらちょっと、今回のところにあまり関係ないので、飛ばし気味に説明しますけど、他に、コア内の並列化だけじゃなくて、共有メモリで、一つの、計算機の中に複数コアが載っているもの、共有メモリで計算をしたりですね、それを多数並べて、計算をするということで、富岳など大きいスパコンは全てこの方式で、CPU 型でできていると思います。で、ピーク性能を出そうと、計算機の性能を出そうと考えたときに、ハードウェアの、理論的に一番性能が出るものっていうのは、これらの各並列階層の並列の計算を、の掛け算になるので、例えばさっきの SIMD の、8本のうち1個しか使えないとなると、ピーク性能、理論性能の、最大でも8分の1までしか出ないということになります。で、同時に、複数コアあったうちの1しか使えなかったら、その分だけ、演算の性能が減りますし、
あとその他の並列化の階層も全て使うことで、理論性能が出せるということになります。まあ、なので、これらの階層を全て使い切るような、実装、アルゴリズムを考える必要があります。で、ちょっと後ほどの説明で出てくる、Oak Ridge CX、東大の、スパコンセンターで持っている、ジオン、CPU 型の、スパコンですけれども、これは56コア、28コアの CPU が2個載っていて、で、それはそれぞれ AVX512、512bit SIMD で、まあ、バイ制度の場合は8つ、単制度の場合は16個の要素を一度に操作できる命令が、SIMD 命令が備わっています。なので、ピーク性能は、CPU の周波数と、各コアに2つ浮動小数点演算機が載ってるんで、そのかける2。FMA っていうのは足し算と掛け算を一度にやる FMA。まあ、それで、演算が足し算と掛け算、まあ、合わせて2つできると。で、それが倍精度だと、振動で8本。で、56個あるので、まあ、全体のピークとしては、この 4.8 テラフロップスになるんですけれども、これをいかに出すかということになります。で、ちょっとここまでのところを簡単にまとめると、まあ、従来の計算機は、ユーザーが意識せずとも、まあ、パイプラインニングだとか、スルーパスからアウトオブオーダーなど、コア内の、まあ、自動的に並列化され、ユーザーからが見て自動的にやってくれるところ、あるいはクロック数の向上といったところで、ユーザーの意識せずとも性能向上できていたんですけど、このクロックは向上も、電力の問題でしなくなっていますし、あとは、まあ、このパイプラインだとか、スーパースカラアウトボーダーの技術による上がり幅は少なくなってきたので、現在は、このユーザーが計算機のシステムをまあ知った上で、それが使えるような形でプログラムをまあ考える必要があると。で、まあ、その中で、SIMD だとかマルチコア、分散メモリ型並列がありますけども、今日はこの SIMD の部分について、有限要素法のまあコアカーネルのところの高速化例を説明していきます。で、まあ、今回はこの SIMD の演算機の性能を出すというところに着目して説明しますけれども、実際にはデータの転送能力、メモリのバンド幅だとか、キャッシュをいかに使うかというところも考慮する必要がありますが、これはですね、行列ベクトル積で、エレメントはエレメント法のことを詳細で説明しますけど、これを使うことをアルゴリズムレベルで回避しています。で、まあ、最初にこの行列ベクトル設計の SIMD の適用について説明をしていきます。で、今回ターゲットとするのは、まあ、一次元の有限要素法で、支配方程式がまあこのような、まあ、U に関する2階微分、E が物性、ヤング率ですね。で、問題は、0から1までの領域で、ヤング率が全域で1と。で、境界条件は、X が0で U 変異が0と、X が1で、力が1という、条件で計算をします。で、線形要素を使った場合の、要素合成マトリックス、形状関数の微分同士の積を、要素で積分したものですけども、こうなるということが分かっています。で、有限素法の解析では、まず最初にメッシュを生成して、その後ですね、境界条件の設定、まあ、先ほどで言うと、ディリクレとニューマン条件ですね、のうちのノーマン条件を、力に反映してあげて、この線形方程式を9回します。で、今回は境界法を使うので、その中でマトリックスベクトル区域において、ディリクレ条件を反映しています。で、まあ、その後可視化して結果を見るということになります。で、今回メッシュの生成は一次元で、一番簡単な、要素数が n だとすると、ごめんなさい、接点が n だとすると要素数は n-1個になるので、まあ、等分割をしたメッシュを使います。で、これが、行列ベクトル積の、カーネルのプログラムの例です。で、行列ベクトル積、U、K が、素行列で、それに U を掛け算したものを R に代入するという計算をするんですけども、まあ、普通この K はアセンブルするといって、
要素合成マトリックスを全体合成マトリックスに差し込んでいって、全体合成マトリックスをメモリ上に格納すると。で、KU を計算するために、マトリックス K を読んで、U に掛け合わせて R に代入するという方法ですけれども、それを今回はですね、エレメントバイエレメント法といって、各要素ごとにですね、E は要素ですね、要素ごとにローカルの、行列ベクトル積を計算して、それを全体の R ベクトルに差し込んでいくという方法で計算をします。で、この P っていうのは、全体、接点番号と要素接点番号、要素内でのローカルの接点番号とのマッピング行列で、UPE っていうのは具体的には、全体ベクトル U から、この要素における、接点の、変異の値を持ってくる。で、それをローカルな合成マトリックスに掛け合わせた結果を、この P のトランスポーズで、全体の、左辺ベクトルに差し込んでいくということになります。で、ここ見ていただきたいんですけれども、要素ループが、ごめんなさい、もうちょっと上からいきますね。この R っていうのが差し込み結果。で、この後、ここに出てくる U が、右辺のベクトルになって、K を、要素ごとの K を作りつつ、それを差し込んでいくということになります。で、この CNY っていうのが、接続情報で、要素の左側の接点の接点番号、要素の右側の接点の接点番号。を、書いていて、で、この U が全体の右辺ベクトルなので、この CNY1 と CNY2 の成分を、ロードしています。で、予想型合成マトリックスは E÷DS とにこれをかけたものなので、予想合成マトリックスを計算するために DS をまず計算してあげて、これは物性番号で物性値、E ですね、ヤングリストがここに入、ヤングに入ってくる。で、あとはですね、座標変換の時に必要なデターミナントは、DS 分の1になるので、これを計算して、BDBU とし、BDBU っていうのは、このローカルな、右辺ベクトルにローカルな要素を、要素行列を計算したもの、になりますけど、それはこういうふうに計算をできて、で、これを最終的に左辺ベクトルに足し込んでいくということになります。で、構造自体はこのようにシンプルなんですけど、これを、ですね、ケース、コンパイルしたときにどうなるかっていうのを見ていきます。で、東大情報基盤センターの OpenGL-CX を使って説明をします。で、コンパイル方法としては、ここでは GCC を使って、インテルの、ごめんなさい、ABX、SHIMD 命令を使えるようなオプションでコンパイルをしています。で、これで実行します。で、こちらがコンパイルして実行した結果になります。で、上半分がコンパイル結果で、いろいろ書いてあるんですけど、CALAMAT.C、これが行列ベクトル積の、カーネルコードですけど、これをですね、見てあげると、ノートベクトライズゼロループスインファンクションと書いていて、これは、シムドがかかってない、ベクタライズってはシムド化されたかどうかで、それが、かかってないですよっていうふうに言ってると。で、本当は、シムドが適用されると、ノートループベクタライズと表示されるのですけど、今回出てないので、このキャルメイトマット .c は、シミディが適用されていないという状況になります。で、これを実行してあげると、結果として、標準出力に、実行時間と、その時の、フロップ数が出てくると。で、これ1コアで計算しているので、実行効率は2%ぐらいと、あまり高くないという状況になります。これは、一つの要因が、CMD が全く使えてないというところにあるので、CMD で使える方法を考えていきます。で、CMD をかけるにはということで、ちょっと簡単なコードを示して、どういうコードであれば CMD がかけられるかっていうのを説明をしていきます。で、こちら、単純なループで、i が1から n まで回って、この b の各要素に対して2をかけて a に代入するというもので、この場合だと先ほどの、このシムドの、このシムドの a、
同じようにですね、連続の領域に対して全く同じ計算をするということになるので、SIMD がかかると。で、高速化されるという形になります。で、こっちはですね、ギャザーロードといって、ここでですね、間接アクセスが入ると。っていうことで、連続な両領域型の、ロードではないんですけれども、一回ロードしてしまえば連続の計算になるので、2を全体にかけたりとか、その結果を A の、配列に代入するとかということで、性能は落ちるけれども、SIMD 演算できる場合もあるけれども、多くの場合計算効率が落ちる、あるいは SIMD 演算がそもそもできないということになります。で、こちら、スキャッターストアといってですね、こちらのリード側にランダムアクセスがあったんですけど、こちらライト側にランダムアクセスがあって、この場合ですと、この同じA の領域を触る順番によって、答えが変わってきてしまうので、普通、この SIMD では演算不可になります。で、こちらはブランチングといって、ループの中でですね、if 文があるというような状況で、こういうようなこともマスキングなどで SIMD 演算できる場合がありますけれども、多くの場合、結果率が、こちらとも、比べて落ちるということになります。で、実際このオープン CX で、ダミーコードとして、それぞれ今、紹介した4つのシンプルなループに対して SIMD がかかるかどうかを確認したのがこちらで、このようなコード、原理的に SIMD がかかるはずっていうところは、ちゃんとベクタライズングループアットファンクション1と書いてあって、いろいろ書いてあるけですけれども、このループベクタライズっていう表示が出ていて、SIMD がかかったということがわかります。で、このギャザーロードの方ですけれども、CNY が場所によって変わるので、ごめんなさい、I によって変わるので、ここはギャザーロードといって、不連続領域からのロードになります。で、この場合ですと、ベクタラ、ループ、ノートベクタライズ、ノットベクタライズということで、SIMD がかかんないということになります。で、スキャッターストアの方法、こちらの場合ですと、読む側は連続アクセスなんですけど、書く側が、非連続になると。で、この場合だとですね、この CNYI の順番によって、出てくる答えが変わってきてしまうので、並列計算できないということになります。で、こちらは、SIMD がかからない例、もう一つですけど、ブランチングといって、最終ループの中で、if 文が入っているようなもので、この場合も、ベクタライズ、ゼロループスインファンクションということで、これは SIMD 化されなかった。模式的に書くと、2×b を計算して、b が、0よりか大きかったら、ここに書き込むと。b が0よりか、0以下ではあった場合は、ゼロをここに書き込むということになります。で、これを元手にですね、先ほどのコードをもう一度見直してみます。で、ループとしては IE のループで、この CNY を読むっていうのは大丈夫です。で、ここを見ると、ギャザーロードになっていると。CNY の値によって U のどこからデータを取ってくるかが変わると。で、しかも一個一個やるということになります。で、あとはですね、G、あ、ごめんなさい、B の計算をするにあたって、要素サイズが必要になるので、各要素の、座標値、各接点の座標値をもとに、DS を計算すると。で、あとは物性番号に応じて、ヤングリストを計算をしてあげて、F 分の1を計算してあげて、BDBU、ローカルな行列ベクトル積を、こういうふうに計算をすると。で、BDBU の結果を R の CNY に、足し込んでいくということになるんですけれども、この赤い部分が、すべて、ギャザーロードということで、メモリーの、非連続のところから、この CNY1 に、あるいは IA の値によって、変わってくるので、ここはギャザーロード。
ここは、CNY1、CNY2 の値によってデータを書き込むところ、足し込むところが変わってくるので、スキャッターストアになるということで、こいつらが、悪さをしているということになります。なので、これらを主要計算部から分離するということを考えます。で、これが、分離をしたコードです。先ほどはですね、ループが、一重のループで、要素が、番号が0から NE まで要素数全部ループしてたんですけど、そのループをここで3つに区切っています。で、この ASM ボラタイルって書いてあるのは、アセンブリに、コメントを埋め込むものなので、コード上は特に考えなく、無視して大丈夫なものです。で、最初のループにですね、ギャザーロードの命令をすべて入れてあって、で、その結果をですね、連続メモリ領域に、一時的に置くということをやっています。で、そうすることでですね、ここで一時的に置いたものを使うと、ここの中のものはすべて IE で終わるということで、CMD で、簡単に効率よく計算できるという形になります。で、出てきた結果を一時配列に入れておいて、これをですね、いつものこのランダムアクセスによって、足し込むと。いうことをします。そうするとですね、ここの部分に関してはシムドをかけられるということになります。で、さらにですね、ただ、これをですね、要素全体に対して3つのループをそのまま分けてあげると、こことここ各、この部分、ループの間で受け渡すデータの量が非常に大きくなって、そこのメモリバンド幅をたくさん食って性能が上がらないということになりますので、この NL、これは SIMD の長さですけども、SIMD の長さに応じたブロッキングをしてあげることで、この中間配列の大きさを小さくしてあげることができて、結果として計算コストが下がるということになります。で、これはアセンブリーコード。実際にどうなっているか見た例で、コードをコンパイルするときに、このLargeS をつけてコンパイルすると、このようなアセンブリファイルが出てきます。で、命令がここにあって、こちらがデータ側ですけど、命令を見てあげると、S で終わるものがたくさんあると思う。あ、ごめんなさい。終わりじゃなくて、2個目ですね。後ろから2個目の S が、このスカラー命令だっていうことで、1個ずつ計算をするもの。この P が上2個目にある。これですね。例えば、MoveAPS だとか、VSubPS のこの P っていうのが、Packed ということで、この256ビットレジスタ YMM を使って、単精度で8要素いっぺんに計算できるということになります。で、ごめんなさい。こうしてみてあげると、先ほどの、ギャザーロード部っていうのは、シリアルで、一個一個計算していて、主要計算部のところに関しては、この PS っていうことで、パックドの、SIMD の、連続 SIMD の命令が出ているのがわかります。で、最後のスキャッタースコア部に関しても、SS なので、一個ずつ、要素を分解して、一個ずつ、ストア、結果を戻すということをしています。そういうことをしてあげることで、コード改変前のコードと比べて、結果が、これノールムっていうのは解析結果です。解析結果は全く一緒ですけれども、実行時間が少し変わるということになります。ただ、今回はですね、この計算量に対して、この単、あの中間配列を作ったりするコストが大きいので、早くはなっていないんですけれども、この計算部分が大きくなるようなコードにおいては早くなる可能性があるということになります。で、3次元有限素法の場合だと、先ほどの1次元有限素法と同じ構成で、ただ1、接点あたりにおける自由度が XYZ の3成分になるとになります。で、コードの構造としては全く一緒で、要素ループを回して、要素合成マトリックスに、要素右辺ベクトルを掛け合わせて、左辺に足し込むという形になります。で、それを SIMD の一次元の場合と同じように SIMD をしてあげることで、解析結果は、当然、一致すると。ノルムのところですね。
で、この3次元の場合は、行列ベクトル積の内部の計算コストが大きいので、こちらのコード改変前、SIMD を使える前と比べて、大幅に実行時間が短くなってますし、計算の性能も上がっていることが分かります。で、まあ、ただ、このデータのロードとか差し込み部が SIMD 化できないところが含まれるので、まあ、性能向上は、理論的な、SIMD の高速化率には至らないんですけれども、まあ、これも十分早くできるということが分かると思います。で、ここまでは、この有限素法の、行列ベクトル積カーネルの SIMD 化について説明をしていきました。で、先ほどの説明の通り、早くはなるんですが、実は、倍ぐらいしか早くなってなくて、さらに早くするにはどうするか、どうしたらいいかということを考えています。で、その一つの、解決策として、まあ、我々提案しているのは、時間並列アルゴリズムといって、まあ、この SIMD に適した、方法で計算をすることで、有限素法の中でですね、メッシュが時間方向に変わらないっていう禁止ツールを使うことで、計算コストの計算効率を上げるということをやってきています。で、ターゲット問題は委員会法による動的線形定時非構造光子有限要素法と。で、都市の地震音など不均質な分布を持つ、まあ、非線形物性、複雑形状を持つ領域の球界に適しているけれども、まあ、多数回の大規模連線形連立方程式の球界が、まあ、非常に多くのランダムデータアクセスが含んで、計算コストが、上がりがちというふうになります。で、こちらがその、離散化後の方程式ですけれども、これが、変異の増分で、こちらが、まあ、基地のマトリックス、こちらが基地のベクトルで、まあ、この基地を使って、次のステップでの、変異増分を求めるということになります。で、解いて、あ、今まで、標準的に K でやってきたの、CPU のソルバーについて説明をします。で、まあ、K などの非常に多数の計算機を並べて使ったようなスーパーコンの場合だと、各計算コアに対して、非常に均質にデータ解析、コストを割り切ってあげないと、まあ、全体として速くならないということになりますので、先ほど説明したエレメント・バイ・エレメント法を使って、先ほどのチューニングを使って、計算を EBE 法で行列ベクトル積をしてあげます。で、これをですね、この先ほど、最初の方で、説明したマルチグリッド、あるいは単精度演算との組み合わせなどを、この教育オーバーホンの中で使うことで、高速化できるということになります。まあ、ただしですね、この方法を、K の時は非常に性能が出ていたんですけども、これを、オークフォレストパクス、これは東大と筑波大が、導入していた、スパコンで、今は、待機してしまいましたけど、G4Phi の、CPU を乗ったもので、これの上で流してあげると、実はピーク性能がガクッと落ちてしまうということが分かっています。で、まあ、こっちの G4 オークフォレストパクスは、512ビットの SIMD で、非常に SIMD の幅が長いので、まあ、行列ベクトル積のところで、特に気にせずやると、まあ、非常に性能が落ちるということが分かっています。で、まあ、SIMD の幅が、K だと倍精度で2、単精度で2の場合だったのに対して、オークフォレストパスだと倍精度で16、単精度で8ということで、性能が落ちる。まあ、ランダムアクセスをするものが多いと性能が落ちるということになります。で、特にここの、行列ベクトル積における、右辺ベクトルのランダムロードと左辺ベクトルにおける差し込みが、非効率になるということになります。まあ、そこでですね、非構造有限要素法における、問題の均質性を利用するということを考えます。で、ここではですね、まあ、富岳などもそうですけれども、まあ、計算機の、最近の計算機一般として、データアクセス性能は、連続のデータに関してはかなり、非連続だと差が出てきて、まあ、なるべく連続のデータアクセスにしたいと。
まあ、いうことで、普通、差分法など、構造公式を使うと、自動的にそういうことができて、線を出しやすいんですけれども、有限要素法の非構造の公式だと、メッシュ自体はかなりランダムになると。ただ、メッシュ方向には、時間、メッシュは不変なので、この時間方向でメッシュが変わらないという特性を使って、データアクセス性能を向上して、全体、有限要素法全体を効率化するということを考えています。で、こちらが時間並列アルゴリズムの、概要です。で、普通のソルバーだと、時間ステップ1個に対して、その方程式を解くので、1本のベクトルに行列を掛け合わせたものを、1本の右辺、左辺ベクトルに足し込んでいくっていう、EB をやります。それに対してですね、今回提案するアルゴリズムだと、4ステップ1遍に9回をします。で、そうするとですね、時間方向にはメッシュは変わらないので、この4つのデータは必ず連続していると。この4つのデータの組み自体はランダムにあるんですけど、少なくともこの4つは連続しているので、そこを効率よくメモリにアクセスできるようになると、まあ、いうことになります。ただですね、動的解析なので、この次のステップの答えがわからないと、その次のステップの入力がわからないということで、同時に4つ解くっていうのは普通だとできないんですけれども、この後説明するアルゴリズムを使うことで、この4つを解くことで、この FI、次のステップの初期解を、より精度よく求めることで、全体的に、反復数を減らして、総計算コストがあまり変わらないようにしつつ、効率的な、カーネルを使えるようになって、全体として高速化するということになります。で、これが、ソルバーの普通のアルゴリズムと、今回開発した、時間並列のアルゴリズムを、もう少し詳しく説明したものです。で、時間方向に、計算をしていくというときに、まず初期、最初のステップでの値は0で、何かしらの方法で、次のステップを、推定すると。で、1個前のステップの結果を使って、次のステップの、右辺ベクトルを、求めます。で、それに対して、この A の、インバースと書いてますけど、これは9回、方程式を9回することで XI を解く。で、この9回には、行列ベクトル積を使った反復を使うということになります。で、この時間並列のアルゴリズムだと、この M っていうのが時間並列の並列度で、M イコール、1の場合だと、ちょうど、普通のソルバーになるんですけど、これが増やしていくということで、時間並列をしていきます。で、この N っていうのが、時間ステップ数で、今解きたい問題の次のステップの BI を設定して、で、そこでの、答えっていうのを、スタンダードプレディクター、普通の、アダムス・バッシュ・フォースなどの、プレディクターを使って、推定してあげると。で、ここがポイントなんですけれども、初期解が、ごめんなさい、解が十分収束するまで、ここを中をぐるぐる回すと。で、ここではですね、次のステップでの、右辺ベクトルの値っていうのを、途中まで解いてあげた答えを使って推定をしてあげると。で、この推定をしてあげた B に対して、この場合だと M 本、4本、いっぺんに、このソルバーを反復で解いてあげると。そうするとですね、ここの X というのが少し精度が改善されて、で、その精度が改善されたものを一回途中で止めて、それをもとに BI をさらに精度よく評定してあげて、で、それを使うと次の X がさらに精度によく求まるというので、ここをぐるぐる回してあげることで、4本、多数本、M 本のベクトルを同時に解くことができるということになります。当然、この行列ベクトル積のコストは、1本1本やるよりか、1本計算する場合よりか増えるんですけども、初期解を、よりよく求められるようになるので、全体の反復数っていうのは減って、全体として、計算コストはそこまで増えないようにしつつ、演算効率を大幅に上げて、性能向上が図られるということになります。
で、このような時間並列のアルゴリズムとして、ナイーブな実装としてはこのようなものが挙げられます。で、一番簡単なのは、歩行シムドを使って、これに対して、この4つをロードして、4つをこの要素号列に掛け合わせて、4つをいっぺんに足し込むということになります。ただ、先ほどの、計算機みたいに、このシムド幅っていうのは、4よりか、この M は、4よりか小さいことも一般的ですし、シムド幅自体が4よりか大きいことが、一般的なので、それを使い切れないということになります。またですね、こういうふうにシムドで計算をしてあげた結果ですね、こう足し込むときにですね、コア間で競合が起こるっていうことは避けられないので、テンポラリの配列を各、コア用に加工してあげて、そこをに足し込んでいってあげて、最後に結果だけ、全てから回収してくるっていうのが、普通、やられる方法だと思いますけれども、この場合だと、コア数が増えると、非常にコストが大きくなるという問題があります。で、これが、今説明したコードの、サンプルコードですけれども、このナンバーオブスレッドが、OpenMP のパラレルの数で、それぞれで並列で、右辺ベクトルの、あ、ごめんなさい、大変、左辺ベクトルの、自分がこれからアクセスするところだけゼロフィルをすると。で、その後ですね、各要素について、形状だとかのデータを持ってきてあげて、で、行列ベクトル積をして、答えを書き戻すっていうのをやります。で、これらの計算っていうのは、シムド幅が M、この場合だと4になるので、16のうち4しか使えないということで、性能があまり出ないよねっていうことになります。で、こちらはですね、左辺ベクトルの全体をゼロフィルしてあげて、で、ここでゼロをクリアして、ここで更新した値っていうのを、F に戻してあげるっていうのがこちらになります。で、これをもう少し効率化的に計算できないかっていうので、ベクトルをパックアンパックすることでシムの幅を全て使うということは考えます。で、これが、内部の実装ですけれども、8シムのうち4個しか使えないという問題があります。で、パッキングをしてあげることで、この4個の組を2個いっぺんにですね、1つの、行列に入れてあげるということで、両方とも、ごめんなさい、計算コストが減るということになります。で、こちらがその、コードの例ですけれども、この部分は一緒ですね。で、ここから違っていて、シムド幅 M でブロッキングしてあります。で、必要なデータっていうのは、この UE だとか XE だとなので、それをローカルに持ってあげて、で、ここの計算をしてあげると。で、この計算結果をですね、全体に書き戻す。ここは、先ほどと同じものになります。で、その足し込み部分をもう少し効率化できないかということで、テンプリ配列を必要ない、使う必要がない方法としての、スレッド分割を考えました。で、4つ使われるのはこのグラフ分割で、全体を、要素を、グラフ分割を使って、カラーリングをしてあげるということで、各カラーにおいて、この接点がオーバーラップしないということを保証してカラーリングをしてあげることで、これらのグレーのものは全ていっぺんに並列計算できて、で、それが全部終わったら、次このカラー2を全員で計算して、っていうのを繰り返していくと。で、一見これはロードバランスもいいので、性能出そうなんですけれども、この接点っていうのは、このロードしたら、メモリからロードしたら1回しか使われないので、メモリのロード数が増えて性能があまり出ないということになります。なので今回はですね、計算をしたいスレッド数がわかるので、あらかじめそのスレッド数に合わせた最適な、スレッド分割っていうのを考えようとしています。
で、具体的にはこれ3スレッドの場合ですと、問題を3つに分けます。ただ、ここの境界の領域っていうのは、どっちかが更新すると相手のものと競合するので、ここはもう後回しにしますと。で、その後回しにしたものをさらに、メティスで領域分割をしてあげますと。で、この残ったところはと、これは個別に計算をするということにすると、並列計算の時に、ロードバランスもいいですし、さらにキャッシュの効率もいいということになります。で、これが、それを表した、コードの図で、全設定に対して、F を0フリーフィルしてあげて、で、ここだけ変わっていて、各、設定に対して計算した BDBU の値を足し込んでいくということになります。で、さらに、SIMD の命令で16、SIMD ですと、この例えば 4SIMD で計算した結果は4つが原理的には入るんですけれども、それを普通にやったら入らないので、少し工夫をすることで、16個いっぺんに計算をできるようにしています。で、これが、解析結果の例ですけれども、以下のような、2層の地盤モデルで非線形な地震動波電波を計算して、3つの性質の異なる計算機において性能を計測しています。で、1個目は K コンピューターで CPU ベースの方で、演算性能に対して比較的、メモリ、バウンド幅が大きいというものになります。それに対して、ごめんなさい、K コンピューターと、オークフェルスパックスとインテルのジオンのベースのサーバーで計算をしていますが、ごめんなさい、これ8台ですね。ちょっと大きいと思ったんですが、8台合計の、演算性能になっていて、これらを比較してあげると、ピーク性能に対して K コンピューターはメモリのバンド幅がかなり大きいという問題、ものになります。で、SIMD 幅で見てあげると、K が幅に、OFP とジオンが16になっています。で、こちらが計算、カーネルの計算結果で、これは1本ずつ計算した場合、これは4個計算した場合、ただ、アルゴリズムは一緒。で、SIMD のパッキングをしてあげて、計算を高速化した場合ですね、このイエス。で、メニコアのアルゴリズムで、カラーリングをした場合。で、これは普通のカラーリングだと、性能が逆に悪化するんですけども、開発した各スレッドの、スレッド数に応じたパーティショニングをすると、良くなりますよ。で、最後に、16シムドをより効率的に使う方を組み合わせるということで、K の場合だと、これ1本あたりの、行列ベクトル積のコストですけども、ピーク性能の26%出ていって、非常に良くって、いろんな工夫をしても、そこまでは変わらないんですけれども、OFP だとかジオンの場合だと、普通にやると2%ぐらいしか性能が出ないのが、いろいろ工夫してあげると16%とか20%ぐらいまで出るようになるということで、非常に効果のある方法になっています。で、これを使った解析例で、先週お見せした大きい動画のシミュレーションのうちのごく一部を切り取った問題の例になります。で、タイムパラレルの方法ない場合の計算、アルゴリズムを使って、ベースライン、ベクトルの、行列ベクトル積もベースラインの実装で、1本版の場合、このアルゴリズム的に、4個いっぺんに解く方法を使うことで、約2倍速くなって、で、さらにですね、EB のカーネルで、より適した方、SIMD をちゃんと使える、あるいはマルチコアのコストを減らせる方法を使うとさらに2倍速くなって全体として4倍ぐらい速くなるということになります。
で、ここまでのまとめですけども、EB のカーネル、行列ベクトル積のカーネルが、有限素法において非常な計算コストになるんですけども、アーキテクチャによってはランダムアクセスが原因で、なかなか性能が出ないということになります。なので、その EB のカーネル、の性能を、出しやすいような多数本ベクトルで、計算ができるようなアルゴリズム側で、検討してあげることで、EB のカーネルも、かなり性能が出るようになって、で結果として、ソルバー全体でも速くなるということになります。では、続いてですね、GPU 向けの、高速化について説明をしていきます。これは、2018年に我々のグループで、やったもので、山口さん、当時、の、我々グループの山口さんからいただいた資料をもとに説明します。で、今まで説明をしてきた CPU ベースの計算機と比べて、この、P、あの GPU 計算機だと、通信、バンド幅、あるいはメモリバンド幅が、K と比べてかなり限られている。逆に言うと計算速度の性能がものすごい高いので、そういうふうになっているんですけれども、その場合だと少しアルゴリズムを変えてあげないと性能が出しきれないということになるので、それをやっていきます。で、具体的には、データの転送量を減らすということが重要になるので、今まで単精度とバイ精度の組み合わせでやってたんですけど、トランスプレシジョンコンピューティングといって、より精度の低い計算を組み合わせることでデータ通信量を減らすということを考えます。で、FP16 単精度のさらに半分のデータ量、半精度で、やるもの、計算、マシンラーニングなどよく使われているものですけど、その場合ですと、この、S がサインなので、プラスマイナス、エクスポーネントが、指数部、これでレインジが決まって、このフラクションで、可数部なので、実際の値の、小数点のところが決まってくるもので、ここの部分が単精度、半精度だと、5ビットしかないので、非常に、レンジが狭くて、計算をする際には非常に気をつけないといけないということになります。で、通信のところで、この FP16 を使うということを考えます。で、この場合ですと、MPI の通信をするときに、領域をこう、小分けにすると、この間の部分を、計算結果を同期するために通信する必要があるんですけども、それを一つの配列に入れてあげます。で、単精度で持ってるんですけど、その中でですね、単精度で持つ、一つの値と、それのスケーリングをした後の結果を、これは半精度で持ってあげると。そうすることで大体通信量というのは半分ぐらいになると。ただし当然、演算コスト、あ、ごめんなさい、通信の精度は、落ちるんですけれども、これは前処理でしか使っていなくて、何反復かに1回単精度で同期することで、精度の問題を回避できるということになります。で、あとはですね、計算がものすごい速くて、逆に通信が時間が見えてしまうので、その通信をですね、計算でオーバーラップするということを考えます。で、これが、先ほど説明した時間並列のアルゴリズムで、4ステップ一度に解くというものだったと思うんですけれども、これをですね、2ステップと2ステップの2つに分けるということを考えます。あ、ごめんなさい。これですね。で、2つのステップに分けてあげると、こちらで独立して解くというのと、こちらで独立して解くということができて、行列ベクトル積、こちら側の2ペアの、あ、2つのステップの行列ベクトル積をしている間に、こちらで、通信をする。逆にこちらを通信している間に、こちらの行列ベクトル積をやるなどをすることで、シリアルというか、この教育コバー法を普通に順次に解いていく場合と比べて、オーバーラップできる、計算の量が増えるということになります。なので、これをしてあげてですね、通信と計算のオーバーラップを、増やすというようなことをしています。
で、あとはですね、行列ベクトル積のところも、この FP16 を使うことで、計算も高速化をすることを検討していまして、FP16 の場合だと、ピーク性能が、FP32 のさらに倍になるので、それをまあやっている。ただ、さっき言ったレンジの問題で、桁落ちするということが起こりますので、このローカルに、値をですね、スケーリングをしてあげて、計算をするということで、計算結果の、が、レンジの外にはみ出すということを、なくすということをやって計算をしています。まあ、さらにですね、データ量を減らす、通信あるいは、転送、データ転送量を減らすと、メモリのデータ転送量を減らすということで、この FP21 といった、新しいタイプの、データ型も提案して使っています。先ほど通信はこの半精度でやっていたんですけど、どうしても CG の、領域全体を半精度でやると、性能、桁落ちが、このエクスポネント側が、はみ出してしまうので、この FP21、こちらは32ビットの単精度と同じレンジを持っているけれども、精度だけ落としたものになっていると。で、これをですね、21×3 が63で、まあ、ちょうど倍精度の64ビットに3つ乗せられるということで、この21を使って、計算をするということをやります。で、このエクスポネントの大きさが一緒なので、32ビットの単精度からの変換というのは非常に簡単にできて、まあ、32ビットのここを無視してあげる、あるいはここをまあ0を入れてあげるというようなことで、まあ、簡単に行き来できるので、演算機としては32ビットのものを使うけれども、データを格納するときだけこの21ビットを使うということにします。で、これが計測結果でして、黄色が、作った手法、オレンジが普通の、まあ、マルチグリッドのソルバー、青が、ブロックヤコビを使った、まあ、処理を使った倍精度の、強力オーバー法で、まあ、これと比べてですね、まあ、かなり、20倍以上速くなったり、このマルチグリッドを使った単精度と、まあ、精度混合のものと比べても、3倍ぐらい速くなっているというのが分かると思います。で、GPU の非常に大きい計算機だと、スケーリングするのはなかなか工夫しないと難しいんですけれども、今回通信量を減らすアルゴリズム、あるいは、ロードバランスを均一に保つアルゴリズムによって、前景まで、非常によくスケーリングしているのが分かると思います。で、PIS-DENT、これは、P100 ベースの、スパコンですけど、これで倍精度ピークの20%ぐらい、富岳ぜ、あ、ごめんなさい、サミット全体で15%ぐらい出るということで、まあ、性能も出ているということになります。で、まあ、最後に富岳無形の計算手法の開発について説明をしていきます。まあ、先ほどの前から紹介している SC の14の、K コンピューターに作ったものを、富岳でそのまま使う。K だと良かったんですけど、富岳だと全然出ない、性能が出ないということで、まあ、ランダムアクセスのところがボトルネックになっていると。で、いかにこれを高速化するかというのが、まあ、重要になってきて、これは先ほど説明したような方法を使うと、まあ、高速化できますと。で、あとは計算コア数の増加とともに、あと、アシスタントコアも追加されていて、これらも活用してあげたいというのがあります。で、計算の連続アクセス化で、これは最初に説明したシムディ演算機を有効活用するためのバッファリングのところと全く同じものを、まあ、やれば性能が出るようになりますし、あとはこのキャッシュ効率を考慮したマルチカラーリングも、同じように使うことが、まあ、できます。まあ、あとですね、アシスタントコアを使ってですね、通信と計算のオーバーラップ。まあ、通信に必要のない、いや、通信で参照される接点とそうじゃない接点を分けてあげてですね、通信に、参照される接点に接続する要素だけ先に計算をして、その通信をしている間に、この内部の接点の計算をするということになります。
で、まあ、こういうようなことをしてあげることで、まあ、形容の、行列ベクトル積カーネルと比べて、まあ、13倍の高速化が富岳の場合だと、まあ、できることが分かっています。で、まあ、2層の問題で、波動電波の解析の性能を、まあ、調べてあげました。で、この青い方が、アルゴリズムは全く変えず、SC14 のアルゴリズムを、ね、コードそのまま富岳で実行したもの。オレンジが、アルゴリズムを変えずに、行列ベクトル積の、カーネルをアップデートしたものの性能になりますが、これはウィークスケーリングでして、まあ、大体7倍ぐらい速くなるということが、まあ、わかります。で、これウィークスケーリングなので、理想的には、時間が一緒であってほしいんですけど、少し増えてはいますけれども、アシスタントとかを使って、通信のオーバーラップをすることで、ウィークスケーリング性能も、保ったまま、ほぼ全景まで、計算、性能が出ているということが分かります。で、まあ、ピーク性能でいうと、倍精度の、まあ、10%ぐらい出ているということで、まあ、計全景を使った場合と比べて、まあ、59倍速出ているということになります。で、まあ、最近ですと、富岳で、まあ、データドリブンアプローチ、機械学習あるいは、データ、アナリティックスを組み合わせることで、これの有限素法のシミュレーションを高速化できないかということを検討しておりまして、これは去年、あ、ごめんなさい、今年の最初に HPC アジアで発表した内容のものをベースに説明をします。で、まあ、今回ターゲットとしているのは、今までの例だと、この都市のところシミュレーションだけを見ていたと思うんですけれども、地殻のシミュレーションと都市のシミュレーションを同時に計算をするということを、まあ、富岳のような非常に大きい計算機だと、できるんじゃないかということで、まあ、これに挑戦をしています。で、まあ、メッシュはですね、全部一体に切っているので、まあ、非常に大きい問題を解かなくちゃいけないですし、普通の地盤だけとか構造物だけの問題と比べて、メッシュのサイズにもかなり大きいところとちっちゃいところがあったり、物性の差もかなり激しいので、問題の収束性も悪くなったりして、まあ、かなり解きにくい問題なんですけども、これをいかに解くかということで、このデータドリブン的なアプローチを使うことで、改善するということを検討しています。まあ、今まで通り非構造の有限素法を使うと。で、短い時間ステップを使って、委員会法の9回をやっていまして、まあ、ここも全く一緒で、ニューマークベータ法を使って解いて、最終的には、各時間ステップにおいて変異増分を、まあ、スパースなマトリックスについて解くということになります。で、今までの問題との違いっていうのは、非常に要素サイズ、物性がモデル内で大きく変化するので、分離型で解くような、今までの人種シミュレーションと比べて収束性が悪化するということで、まあ、そこをケアしつつ、計算を、まあ、高速化する必要があるということになります。で、まあ、素行列の計算、ランダムアクセスが含まれるので、まあ、演算性能向上のためには工夫が必要でも、これは今までと同じものを使うことができるということになります。で、収束性の悪い大規模問題を幅広い計算機アーキテクチャで機械化のアルゴリズムを作るということで、イクエーションベーストアプローチ、今までの、線程方程式の、まあ、マルチグリッドとかそういう方式を使ったものと、まあ、データドリブンのアプローチ、データを使ったアプローチを、まあ、融合してあげると。あとは精度混合エダーを使って、より高速に低コストで計算するっていうのを、まあ、組み合わせましょうというのと、あとはまあ長並列で、まあ、計算性能が出るように、通信の削減だとかロードバランスを考えなくちゃいけませんということになります。で、まあ、これらのアルゴリズムに合わせてアーキテクチャに合わせたカーネル、まあ、これは富岳用に作ったものを組み合わせれば OK ということになります。で、まあ、イクエーションベースアプローチ、まあ、例えばマルチグリッド法ですけども、まあ、定時のモードは、この素化した問題を解く
上げると、まあ、非常に低コストで球回可能ということは分かっていますけれども、工事のモードを球回するためには、まあ、当然工事の複雑な計算が必要になって、その分だけ高コストになるということで、まあ、この工事のところはかなりコストがかかるというのがあります。で、データドリブアプローチだと、まあ、学習データサイズ、あるいは学習のモデルの複雑度に応じてコストと精度が決まると、いうことになります。で、まあ、例えばですね、大規模領域全域において工事モードまで球回しようとしますと、メモリの量もですし、データ量もですけども、学習コストも、しかも学習したモデル自体も複雑もかなり大きくなって、まあ、とてもじゃないけどできないということになります。ただ、領域が小さくて、モードの数も小さければ、コストは非常に小さく、学習あるいは推定できるということになります。まあ、なので、これらの両方の方法のですね、良いところをうまい具合に組み合わせることができないかを考えて、まあ、いまして、イクエーションベースモデリングで定時モードを球回して、データデブリメソッドによって小領域における工事モードを球回して、まあ、これを精度保証される球回スキームの中で使うということを考えます。で、このデータドリブンのところでは、まあ反復法の初期解を、高精度で推測するというふうに使うことを考えます。で、ここでは過去に球回したデータを使って工事モードを含む初期解を、まあ、推定します。で、ここではですね、この LargeX が、の時間発展を表す行列 A を推定してあげて、この A を使うことで未知の X に対して次のステップを求めるということにします。で、ここでですね、このデルタ U っていうのが、変異増分で、また最終的に解きたいものですね。で、この U アダムっていうのが、まあ、イクエーションベーストプレディクターで、普通の、有限素法で、イクエーションベースで、推定するときに、使う、方法ですけれども、まあ、これを、まあ、トランジエントモードといって、こうずるずると動くようなモードは追いやすいものなので、その部分はアダムス法で推定してあげて、そこだと推定しきれないような工事のモードだけのデータ配列を観測データとして持っておくと。で、それをこの S ステップ分持っておいて、まあ、それの1ステップ前と次のステップの間の関係 A を、まあ、この X のデータから推定をしてあげると。で、その A を使うことで、次のステップの、U の、初期解というのを、このアダムズで推定したものと、まあ、あとこの工事モードを推定する、データ学習によって得られた A を使って推定をするということになります。で、この A を作るときにいろんな方法があると思うんですけれども、この A を作るときには、工事モードは、ローカルな情報でしか、空間的にローカルの情報でしか、まあ、関与度が少ないというふうに考えてですね、領域をですね、NPI 領域内をさらに細分割した非常に小さい、狭い領域で、この A を構築するということを考えます。で、まあ、そうしますと、この A の行列自体も小さいですし、まあ、この A をこの X から推定するというコストも小さくできて、まあ、非常に小さいコストで、この精度の良い、有意義が、求められるということになります。まあ、さらに、この NPI 領域内で、さらに小さい細分割しているので、通信が全く必要のない、初期解推定方法になって、大規模システムで計算するにおいて、まあ、都合がいい問題な方法に、まあ、なります。で、こういうようにして、初期解推定をしてあげると、大部分、こうモードの、計算の大部分は、工事モードは球回されるんですけれども、まあ、結果として収束性が悪い部分に誤差が集中するということになります。まあ、そこでですね、マルチグリッドの前処理においてですね、特に収束性が悪いようなところを選択的に予想してあげてですね、そこを重点的にマルチグリッドをかけるような、選択的なマルチグリッドをかけることで、まあ、より低コストで計算をするということを考えています。で、まあ、これに結果として、これらのすべてのコンポーネントは行列ベクトル積、EB カーネルで計算をできるので、EB カーネルを組み込むことで高い性能が期待できるということになります。
で、性能計測問題として、地殻の問題の中にですね、都市を埋め込んだ問題で、性能を計測してあげると。で、直前の16ステップのデータを使って初期化を推定して、この都市部の部分が特に収束性が悪いので、ここをマルチグリッドの選択的リファインメント領域として設定して、マルチグリッドの計算をします。で、これをですね、PCG、教育予報の、ブロックヤコビの前処理をしたものとの性能を比較していきます。で、計算環境としては富岳とオークブリッジ CX。こちらはジオンベースのシステムになります。で、オークブリッジ CX と富岳で、オレンジがオークブリッジ CX で、青色は富岳で、まあ、どちらとも PCG と比べてかなり速くなっているというのもわかると思います。で、まあ、AI とマルチグリッド法によるソルバーアルゴリズムの開発によって、演算数で、まあ、PCG の8分の1ぐらいに減っていると。で、あと計算機アーキテクチャに属したカーネル開発によって、ピーク性能比で見ると、まあ、2%ぐらい、7%になるなど、3、4倍の、そこでもう向上が見られています。まあ、結果として全部で20倍ぐらいの性能向上になっていると。で、高速化の要因ですけれども、まあ、通常の初期化推定方法、だと、相対誤差が、10のマイナス3乗ぐらいだったのに対して、提案手法だと、初期化の推定誤差が10のマイナス5乗ぐらいまで減ると、いうことで、非常に精度をよく初期化が求まるので、反復数が減るということになる。で、具体的には、この PCG だと、全部で6万反復かかっていたのが、こちらが、反復数の、提案手法の内訳ですけれども、赤いオレンジの部分が、PCG プレで、一番、コストが高いところ。で、こちらに行くとどんどんコストが、低いところになりますけど、まあ、特に1反復あたりの計算コストが、低いものにほとんど全部の反復数が載っていて、3万反復で、しかもこれ全部足してあげると、この元の PCG よりも反復数が減っているということで、この、初期化推定によって、総反復数が減るっていうのと、まあ、各反復におけるコストが減っているということで、全体としてかなり高速になっているということがわかると思います。でですね、行列スペクトル積のところ以外にもですね、初期化推定の A の、機械学習的なところの、計算アルゴリズムは、まあ、富岳での計算に適しているので、そこの部分においても、演算性能が向上できて、結果としてピーク性能比で、かなり向上しているというのがわかると思います。で、こちらは富岳上でのウィークスケーリングですけれども、PCG の K、これは K 用のカーネルを使った、ものですけど、これだと、全 K まで測るには非常にコストがかかってしまうので、今回、開発した EB カーネルを使って、アルゴリズムとしては、普通の教育方法を使ったものとの比較もしています。で、こちらがウィークスケーリングでして、オレンジが提案手法、黄色が、PCG の富岳用のカーネルを使ったもの、緑が K 用のカーネルを使ったもので、まあ、このカーネル開発によって大体5倍ぐらい速くなっていて、さらにアルゴリズム開発で言って5倍ぐらい速くなっているっていうのが分かると思います。で、富岳の、ここは7万ノード、大体半分までのスケーリングを測ってまして、ウィークスケーリング効率で93%ぐらい出ていると。で、これは、反復数も、これ反復数ここに書いてありますけれども、まあ、ほぼ変わらずフラットになっているというのと、ロードバランスが、まあ、初期化推定で、機械学習的な方法を使っても、ロードバランスが止まっているようになっているというので、まあ、それとですね、通信も、しないで、初期化推定できるということで、非常に高いスケーラビリティが実現できています。で、時間ステップ、16時間ステップで、この7万ノードだと1.2兆ジュールの問題なので、
まあ、全部で19兆自由度のデータを使った学習推定をすることで、非常に高い高速効率が得られているというのが分かると思で、最後になりますけれども、有限予想法は、複雑形状問題の、球域化に長けていますが、ランダムアクセスが多く含まれるので、性能を出すには、並列計算機の特徴に合わせたアルゴリズム開発と実装開発が、重要になって、今日は、SIMD の活用のためのカーネルレベルの実装、また、それの SIMD をさらに効率よく活用するための球化アルゴリズムの再設計について、説明しました。通信バンド幅だとかメモリバンドは限られている計算機においては、低精度データ型の使用などが、高効率な計算について重要になってきますので、そこについても説明して、最後にデータドリブン的な方法の活用についても紹介させていただきました。で、これらの方法は、有限予想法を使ったし、他のシミュレーションにも参考になると思いますし、使えると思いますので、それらにも、応用可能と期待しています。以上です。はい、どうもありがとうございました。